はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤でございます。ちは、力なり。はい、今日もこれやっていきましょう。はい、本日撮影日です。9月の19日火曜日、合格ストラテジー、令和6年度大学入学共通テスト受験案内を読むの一つ目ということで、この動画撮っておきたいと思います。毎年ね、私ね、こんな風に、近所の大学さん訪ねまして、皆さんももらってますよね。大学入学共通テスト受験案内、この本冊子と、こっちにありますね、この封筒だったり、実際の払い込み用紙って現物を必ず一つ持っておくってことするんですよね。この中身っていうのは、めちゃくちゃ皆さん読んでますよね。これね、読み込んでおいてください。大学入試すべてが終わるまでの、あなたにとっての入試のルールブックになりますから、めちゃめちゃ必要。で、この内容をちゃんと読まない子だったりとか、どこが重要で、書いてあったのかな、とかね、ごちゃごちゃ言いたすと出てくるから、一緒にね、必要なこと読んでいきましょう。今回1回目っていうのは、出願時に決めないとダメなこと4つっていうね、これ毎年決まってるんですよ。これね、毎年旧センターの頃からあることですけど、でも受験生のみんな初めてでしょ。浪人生のみんなもまだ1回2回目ぐらいだからよくわかんないって子いるじゃないですか。だから私が大事な4点解説しておこうと思います。13ページ14ページ開いてください。ここを解説いたします。皆さんそろそろ現役生の子は高校の先生を通じて出願をすることになるんで、出願の願書高校へ持ってきなさいっていうふうに言われるじゃないですか。浪人生の子はいよいよ週を明けた月曜日から自分で郵送して送ると。で、その前にこの願書に書いてしまったら、もう原則としては基本変更の効かないことっていうのを4つこの13ページに書いてありますから、一緒に読み合わせてみましょう。まず1個目、あなた受験科目何科目やりますかっていうことです。で、これって当日増やすってことは絶対できないんですよね。減らすっていうのは丸っていうのは後で解説しますが、すいません、やっぱ僕数学 1A と 2B と2個受けていいとか言うと絶対ダメっていう風に言われるんで、今の話よく覚えておいてください。で、2つ目、地歴公民って2つやる1つやるっていう風に今申請をしないといけません。当日2からやっぱ1個で僕いいですわね、1個受けませんっていうことも原則認められません。で、3番、理科の区分についてですね。文系の子は基礎のつく理科受けるじゃないですか。で、それから理科2っていう風に言う基礎のつかない子を1科目2科目、これどの組み合わせであなたは受験しますかっていうことを今決めないといけないんですよ。さらに最後4個目、数学 2B と外国語の試験の中で、すいません、別冊欲しい人っていうのは事前に申請しておいてねって言われます。具体的に言うと、数学だと簿記で受験ができたり、で、外国語だと例えば中国語、ロシア語とか、こういうもので受験したいよって人、当日に僕やっぱり英語じゃなくって中国語がいいとかいうことは認めてくれないので、今書いておいてっていうことが必要になります。はい、ではちょっとここからで加藤の結論と書きましたが、戦略的に皆さんに覚えておいてほしいこと 1,2,3 です。参りましょう。まず1つ目、受験科目って当日増やせないですから、迷ったら5教科7科目フルパックで受験するよっていう風に書類を作って提出しましょう。で、それからお金の払い込み表もあるじゃないですか。毎年言いますけど、これは最も金額の高いやつっていうのだけ使ってください。最も金額の高いやつっていうのは3教科以上かつ成績開示をするっていうやつがありますから、一番高いものだけを使う。他のもの廃棄してもいいですよっていう風に私生徒にはアドバイスをします。当日やっぱりやめたっていう風に受験しない科目が出るっていうことは全然問題ないんですよ。例えば数学 1A だけ受けます、 2B やめたっていうことで、じゃあ数学 2B 0点ではなくて未受験っていう風に言われます。あ、この子は数学 2B いらなかったね、はいはいっていう、最初から数学 1A だけ受験しますっていう風に申請していたことを、数学 1A、2B 受けますっていう風にして 2B 受けなかったことと、通知結果っていうのが同じになります。2つ目、私歴2つ受けるの1つ受けるのっていうのを今決めてって言いますが、高校の指導でね、よくわかんないことを言われるってとこあるんですよ。ね、よくわかんないって言うと失礼なんですけど、理系なのになぜか地歴2科目で申請しろってことを強要する学校さんであるんですよ。なんで2個もやんなきゃいけないのっていうふうにもわかんないんですけど、ね、もうとりあえず自分で自信のある科目1個で理系って十分なはずなので、学校側が2個受けろっていうふうに言ったって、1個でいいやっていうふうにして1個で申請すればいいです。はい。で、万が一なんですけど、学校が2個受けろって言ったからって言って、2個って書いてしまって、すいません、僕やっぱり2個じゃなくって1個だけで地歴いいと思うんですけどいいですかって当日フラーっと行くと、あなた2科目受験って書いてあるじゃないですか、途中入室できませんからって言って、
はめられて死歴霊帝扱いになります。大事故を起こす可能性があるんで、今のうちに理系の子は一科目っていう風に決め打ちして書いておいてください。はい、レアケースですけど、基礎の作り科を受験したいっていう理系の学生さん、ごく稀にいるんですよ。具体的に言うと、地方国公立の中にある看護学部だったり、一部の理系学部の中には、基礎の作り科2科目、または基礎のつかない理科1科目のどちらかだけでいいよっていう配点を組んで、分離中間型の受験ができるっていうところあるんですよね。で、そこを受けたいっていう子は、2日目の午前中の一発目にやるのが、理科の基礎のつくやつ、生物基礎、化学基礎、地学基礎、物理基礎。で、つかないやつっていうのは、数学 1A2B のテストが終わった後に、2科目受ける子は3時40分からテストやるからねって言われて、1科目しか受けないよって子は3時40分に来いじゃなくて、お前らちょっと外で待ってろとか、で、控室で待ってろっていうふうに言われて、4時50分になったら、はい、今からやりますよって呼び出されるんですよ。むちゃくちゃロスが大きいんですよね。場合によると科目の選択によって、私は生物基礎、化学基礎をやって、それから理系生物も受けるっていうようなことをやりたいっていうことって一定数いるんですよね。一定数いますけど、ロスも大きいですし、さあ果たしてこれだったら理科の生物基礎、化学基礎のみの受験にしますっていうふうに留めておくとか、ちょっと戦略的に考えなきゃいけないことがいっぱいあるんで、めちゃめちゃ理系の理科どうやって選択しますかっていうのを、ちょっと私イレギュラーかなっていうことを考える場合は、やっぱ今のうちにめちゃめちゃ戦略立てておいてほしいと思います、っていうふうに言いましたが、究極本当にこれ今決めてしまったら変更できないのっていうと、いいえそんなことありません。よく覚えておいてください。いいえそんなことないんですよ。これね、すいません、これ紙出しちゃったんで、やっぱり地歴1個でよかったわとかいうこと気づいた人って訂正はできますよ。11月1日までにこの本冊子についている、ページいくつだって27から30、はい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 、このね、市出願後っていうふうに書いてあるところに、何か、ね、訂正する事項が出てきたら、こうやって直しなさい。で、本部に送りなさいっていうね、大学入試センターに送りなさいっていう用紙30についてます。これを書き込んでコピーして、はがきが届くので、はがきも添付して、受理されるっていうことあるんですよね。繰り返し言いますが、覚えておいてください。27ページから30ページの手続きの通り、登録教科等訂正届けっていうのを11月1日までに出せば、あ、わかったわかった、ほんなら買えますわっていうことは認められます。ここだけの話ですよ。うちのかつての生徒で、公立の看護大学を受験するので、自分にとって有利になるように、基礎のつくもの2つだけ受験しますっていうことを書いて、学校の先生にその願書預けて、高校通知で提出して、通知の半期が自宅に来たら、基礎のつかない理科2科目でっていう風に情報が記載されてるんですよ。あれおかしいなと思ったんですよ。記載を間違えたわけじゃないので、絶対に基礎のつく科目っていうやつを記載したはずなのに、なんで間違ってんのかなっていう風に。で、そうしたら後々よく聞いたら、担任の先生が、あ、お前基礎のついてるのっていうのって書いてあるから、間違ってたからさ、基礎のついてないの2つっていうのに俺直してさ、本部送っといたからっていう、むちゃくちゃなことを言う先生がいたんですよね。それで危うく彼女って試験科目が違ってますよっていう風にして、その公立、はい、その公立の看護大学、科目数不足で受けられなくなるところだったんですよね。今の話は実は私がたまたま気づいたんですよ。生徒がたまたま、先生、大学入試センターからこんな感じで来るんですねっていう風に私ペッて見せてくれて、お前基礎のつく科目やないやんけ理科っていう風にしたら、生徒がえっていう風に言ってたんで、なんかおかしいなとかいう風に言ってて、今の顛末っていうのが分かったんですよ。それを私が、いやいやこれね、訂正届けっていうのがあるから、ほらほらほらこの冊子見てごらんっていう風に塾で訂正させて、慌てて保護者さんの許可を取って送ったの、高校事後報告ですっていうことがほんまにあったんで、まさかと思うような事故って自分に関わらないところで起こすってことあるんですよね。ちなみにですけど、今の話って私初めて遭遇した事案じゃないんですよ。2回目、かつての塾生で1回会って先生が勝手に科目を書き換えちゃったっていう事件ね。で、またやられたなというふうに思ったんで、私って生徒一人一人に、お、確認の書き俺に見してっていうふうにみんなと確認するってことぐらいやってるんですよね。ね、まさかこの動画見てる皆さんって、あなたの申請届けって担任の先生や学年の先生が勝手に科目書き換えてるってことはないと思うんですけど、絶対にハガキだけは確認してくださいね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画ね、役に立ったよって思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画も楽しみになさってください。